皆さんこんにちは、三好観光協会の三好と申します。今回の動画は花尾山幻の鳥居プロジェクトについてのお知らせ動画になります。まずこちらのプロジェクトについての概要をご覧ください。こちら山口県三好市秀峰町別府にある花尾山、頂上では三好市を一望できるほか秋吉台も見ることができます。また北側には日本海が広がり、多くの登山客に愛されている山になります。そしてこの花尾山の山頂には通称権現様、正式名称吉野神社のお社があり、山神様として別府から三島町までの神社氏子を見守る神社とされております。このお社の前には靴石と言われる鳥居の土台が埋め込まれているんですが、この100年以上鳥居の姿を見た者はおらず、自然災害により倒壊したものなのか、石像の重量から建設を断念したものかもわからないということです。よってこの度式年祭の記念事業として木製の鳥居を建設するという運びになりました。今回のプロジェクトを実施するにあたって、現在開花と呼ばれるクラウドファンディングのポータルサイトにて、花尾山幻の鳥居復活プロジェクトというプロジェクトが立ち上がっております。現在ですね、支援総額46万7000円、支援者数が13人、募集終了まで残り30日となっております。今回こちらのプロジェクトに参加している委員会の方々のお声も聞くことができましたので、こちらもご覧ください。花尾さん、僕も来て1年半なんですけど、やっぱりこの別府の人、秀峰の人、三重の人にとってすごくなんか象徴深い山なんだろうなっていうのはすごく感じてます。で、今回鳥居が立つということで、ぜひこのことをですね、三重市におられない三重出身の方にもお知らせがしたいですし、多くの方に、ね、こういうことを やるんだよってことを知っていただきたいなと。でその上で、地元の子どもたちとね、一緒に、鳥居が立てれたら嬉しいなと思ってます。はい、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。那須木範文と言います。どうぞよろしくお願いします。今回の、ね、幻の鳥居復活プロジェクトなんですけども、かつては鳥居があったと言われてました。で、今はそれが残念ながらないということで、今回、その鳥居を復活させるということにチャレンジすることに決めました。で、この復活のためにはですね、たくさんの人の協力が必要になります。皆さんどうぞ協力のほどよろしくお願いします。はい、というわけでいかがだったでしょうか。もし、このプロジェクトを応援したいと思われた方は、概要欄に貼ってあります URL よりクラウドファンディングのページに飛ぶことができますので、そちらよりご協力お願いいたします。以上、花尾山幻の鳥居プロジェクトについての動画になりました。ご視聴いただきありがとうございます。